どうもースカイピースイエイ、ただいまの時刻深夜3時です。スカイピースがこんな深夜に動画撮ることなかなかない。まず冒頭で言わせていただきたいんですけども、今回の動画相当レアです。何がレアかっていうと、一人で車にいるって画角がそもそもレアで、これからテオくんの家に向かおうと思うんですけど、撮影するよ、テオくんの家に行くよということ一切言っておりません。なので今回の企画は、相方が深夜に、待ってくださいね、考えます。相方が深夜にいきなりドライブデートしようとしたら、相方を乗ってきてくれるのかー。定客のとこ、なんだ、なんか一人でこういうテンションで撮ると底辺 YouTuber みたいな感じになるな。やっぱテオくんいないとなれないな。テオくんの家に向かって、そのままちょっとテオくんを深夜デートに誘いたいなと思います。スカイピースですね、3月のウィーク祭りから SSS の全国ツアー回って、その後に武道館を回り、で今は何に苦しみ回ってるかと言いますと、ダブルミリオンウィーク明けの動画に今はね苦しんでると。編集に必死すぎてストックがないんですよ。ダブルミリオンウィークのすっごい長い動画が今日終わったっていうのをテオくんから連絡いただきまして、一旦編集落ち着いてると、まあ、企画にはなっちゃいますけど、ちょっと息抜きしようということで深夜デート呼び出そうかなと思うんですけども、まずね撮影するよっていうのをねマジで言ってないんですよ。テオくんの家の下まで行って、これから客しようって電話するってマジでスカイプスないんですよね。コムドットとかはね、なんか黙ってヒューガーの家とかに侵入したりとかするんですけども、スカイピースそういうこと一切ないんです。前スカイピースの動画で上がったジンタンの家に突撃するみたいなやつも、何時に来るかは分かんなかったけど明日どっかに行くねみたいなことは聞いてたんで、ただ今回は本当に何も言ってない。そもそもテオくんが今何してるのかもマジで分かんなくて、まあ編集終わってるか多分レコーディングしてるか、まあ今3時なんで寝てるか。ここでテオくんがこのデートに来てくれなかった場合、ここで企画は終了になります。なのでこれ出てきてくんないかな。いやでもテオくんマジで寝起き悪いからな、起きない可能性全然あるからね。スカイピース視聴者でも久々でしょ、なんかこういう本当に何も言わないで行くみたいな。テオくんの家一旦向かってテオくん呼びたいなと思います。うわー来てくれんのかな、めっちゃ怖いわ。しかもね、運転自体もめっちゃ久々なんですよ。だからそれも踏まえてめっちゃ怖いっていう。それではテオくんの家にレッツラゴー。シシ結構前にね、車検が切れて帰ってきたんですけども、本当どんくらいぶりだろう、2、3ヶ月ぶりに運転するからちょっと不安だけど、安全運転で参りたいと思います。行くかー。うわ久々だなマジで。うわ待って、怖っ、一人で運転ちょっと怖いな。久々だけど安全運転で参ります。あ、なんか左行けって書いてあるけど、ここ左行くの、左入れんのこれって、めっちゃ怖いんだけど、これ何これ。うわ待って、えぐ、うわ待って、水が、待って、すごい、ボッシャー駅ってこれどうやってやるんだ。あ、いけた、これ行った、これ右行けんの、行けないよね、行ける、あぶね、あ、当たりそうだった。こいつじゃないんだ。うわ狭い道入られた、もうめっちゃ苦手や、こういうの。狭い道行かないでよ、不安だなこれ。マジで怖い、リアクションできないくらい怖い。マジで慎重に行きますね、喋んなきゃとか考えずに行きます。なんで多分取れ高ないので切ります。シシということで無事到着しました。あーなんとか着いた、よかった。俺本当に不安だったわ。しかもさ、この車本当に運転してなさすぎて、ちょっと埃ついちゃっててさ、視界がちょっと悪かったんだよね。だからボッシャー駅でこうやって拭いてなんとか見れるようになったけど、やっぱ夜の運転めっちゃ怖いわ。まあでもなんとか着いたんでね、これからテオくんに電話したいと思います。まだ多分起きてると思うんだよね。一応前輪確認してみます。起きてますね多分。うわー怖っ、わ、なんか緊張すんな、この状況でテオくんに電話かけんの。しかも相方に電話かけるって結構緊急じゃないとかけないからね。うわーなんか変な緊張すんな。しかも深夜3時にいきなり電話かけるってやばいよ、相当緊急だよ。出るかな、寝てたら出ない、ここで出なかったら企画終了だからな。めっちゃ緊張する。たくん、あ、たくん、出ないにしては長いな。
出ないくだりもう大丈夫だよ、ドキドキ し終わったから大丈夫だよ、出て。テオくん、 LINE の一言ブヒって。出ないんだが、テオくんはしっかり家にいるはずなのに、こっそら前輪で見えてるんですよ、あなたの動きは。だから家にいることを分かっているんです。なんなら部屋番号も知ってるから、出なかったらピンポンいっちゃうから。ちょっともう一回かけるわ。え、出て。あれ、ガチで何も言ってないから出ない可能性あるな、これ。うわー、ドッキリってこういうことなんですよね。まあ、ドッキリなのかわかんないけど、ガチ突撃なんで、もうアポマジで取ってないから。お、2時30分から LINE 来てる。これテオ君寝てるわ。2時30分にとりあえず10時には起きとくっていう LINE が来てるんで、これ寝てるな。いろいろしたかったのに、来て一言目に言う言葉は何かとか、電話して出た後したいくねって言った後何分くらい待つのかっていうのとかしたかったのに。企画倒れですか。切れました。彼は出ません。彼が一度寝に入るとなかなか起きることがありません。え、お休みモードみたいな感じで携帯切れてんのかな。テオくんこまめだからしそうだな、お休みモード。テオくんとご飯行きたかったな。相方がこんな連続仕掛けるって相当緊急だからな。もしもし、寝てたよね。もしもし、大丈夫今。今実はですね、テオくん起こしてしまって本当に申し訳ないんだけど、お願いがありまして、テオくんの家の下にいるんですよ。下来てくれないかなって。お腹減ったからご飯食べたいなと思って。伊藤さん、今一応家の下にいます、僕。バーレーメイクルみたいなのすんな。3時半になるんですけども、ちょっと深夜にデート誘おうかなっていうことで。やば、今から行くってこと。はい。ちょっとマジか。うん、今一人で一応テオくんの家の下にはいる。いや、出なきゃよかった。いや、来てくれるかなって思ったんですけど、一応カメラ回してて。最悪だ。マジで。やっと寝れると、本当に。早いわ。やった。え、来てくれます？うん。じゃあ、じゃあちょっと下で待ってきます。はい。ありがとね。テオくんガチで嫌がってたな。寝てたか。テオくんこういう時本気で嫌がる人だからね。普通の YouTuber とかだったら、まあ行きます行きますみたいな感じで言うけど、テオくんマジで嫌がる人だからね。なんかちょっと申し訳ない気持ち勝つもん、ちょっと。いやー、やっぱすごいなー。すごいなー。やっぱテオくん嫌だったよな。だからこの前ヒューガのバースデーソングとかで、まあ、勝手にねヒューガの家に入り込んで MV 撮影をするってことをしたんですけども、多分テオくんからしたら相当ありえないことだと思いますよ。コムドットちょいちょい自分の家とか勝手に入ったりとかしてる関係性で、まあコムドットもそれで成り立ってるんだけど、それ結構やっぱすごいと思うわ。まあでもね、今ちょっとテオくんすごい辛がってましたけど、まあここで頑張って一本深夜に撮影しといたら楽なんすよ、明日の予定が。先にちょっとね辛い思いをして、後に楽になるっていうのをね、ちょっと頑張って理解していただきましょう。どうしても俺、人を無理やり起こすとかってあんましないからさ、なんか新しい感情になっちゃってるんだけど、申し訳ない気持ち9の企画やんなきゃ1みたいな感じになってるんだけど。やだなぁ、キレられたら。俺の中のさ、スケジュールがさ、まずご飯に行って、夜食バーっと食べようみたいな感じで夜ご飯食べて、テオくんがずっと、行きたいって言ってたサウナに行こうとしてたんですよ。でサウナ一回入るとなると、もう大体1時間半くらいかかるんで、そのスケジュール言うのが今めっちゃ怖いですね。テオくんブチ切れてくるんじゃないかなっていう。怖いな、ブチ切れてなくてもなんかイライラしそうだな。いや、怒ることは間違いなくないんですよ、テオくんの
性格的に怒ることは絶対ないんですけど、まあやっぱ嫌な気持ちは勝ちそうだな。やっぱね、今俺がちょっとショーパニックになってるのとか多分見てておもろいんだろうな、みんな。なんかもう頭今真っ白っていうかね、もう今血管、血液がね、行き通ってないからね、手足が冷たい。うわーすごいな。うわ、もうちょっと待って、もうフラフラするわ。ちょっとフラフラするわ。ちょっと冷静になろう、冷静に。てよくん普通の反応だからな、これ。深夜3時に無理やり電話で起こされて下来いっていう、しかも動画回してるから行かなきゃいけないみたいな雰囲気。これやってること恐喝と一緒だからな。恐喝と一緒だからな。シッシお疲れ様でした。今深夜3時35分です。いや、マジじゃやばい。ガチのアポなしです。まず最初、多分1回目ぐらいで起きたんかな。寝ぼけてて、じんたんっていうことも分かんなくて、携帯が鳴ってるなって感じだったので、2回目、3回目とかもずっと夢の中で、鳴ってんなって記憶あって、うん、その、さっき出たやつで、パッて画面を見た。それ、じんたんだったから、この時間じんたん。そうだね。これやばい。そうだよね。この時間に俺の鬼電話多分やばいよ、ね。うん、大事件だと思って、急いで出たら、しょうもないかった。しょうもないかった。事故った時とか出ないぞ、俺。いや、そうなんですよ。もうスカイピースってさ、マジでこういう緊急なことしないじゃん。やった、今日寝れる。気持ちよく。しかもなんならなんか明日予定ないのに、俺10時にアラームかけて朝目玉焼き食おうとしてたから。幸せな予定入れようとしてたんだ。幸せな予定入れてた。いや、これもうね、言わせてほしいですけどね、辛いぞこっちも。むさま、辛いぞこっちも。もうほんとさっきも言ったけど、スカイピースはほんとにこういうようなことしないんですよ。しない。例えば相方の家に勝手に行くみたいな、コメヨットみたいなことしないんですよ。今日はめっちゃ長い動画終わったし、はい、やっと寝れると。一番気持ちいい。YouTuber がいいです。一番気持ちいい夜だ。一番気持ちいい夜でしょ。でもやっぱりさ、次の日ちょっと早めに起きて撮影しようみたいになってたじゃないですか。早く起きんの嫌だよね。いやいや、全然嫌だよね。今のうちにストック作っといた方がちょっと楽だよね。やっと寝れるの方が嬉しい。最後に手をくストックで一本お疲れ様会撮影できますかっていう感じだ。いや、もうね、手足震えてた俺。あ、ね、違う、そういうのじゃない。違う、立ち振る舞い違った。立ち振る舞いがさ、なんで今被害者2人が映ってる。やそうなんだ。やらされてる。慣れないことするとこうなんだよ。自分で考えてやったのに。怖っ。やっぱそうなのよ。ちょっと分かってたけどね、じんたんが急に家に押しかけて電話の声聞いた時点で、うん、申し訳なさそう。出てたもん、電話から。バレてたか。そこは行けよ。いや、ちょっと頑張ったつもりなんだけどね。思いっきり悪ガキに来いよ、と思ったら。ちょ、すいません、出てきてもらえますか。何やねん、これ。どっか行くってこと。まぁ、ちょっと行こうよ。ご飯って言ってたけど、電話では。一応ですね、考えてたプランは、まぁ、テオ君落ち着いたらサウナ行きたいって言ってたから、サウナ行こうかなと思って。おぉ。で、サウナ行って、まぁ、24時間のサウナがあって、その後に、サ飯っていうのがありました。サ飯？サウナの後の、ご飯がうまい。サウナ飯。っていうのを今日やって、まぁ、終わろうかなと思ってて。えぐい予定あるやん。昼からやるやつやん。昼からやるやつ。映画とかも見落としてたんだけど、映画は終わっちゃってて。あ、いい。終わってんだ、この人。そうなんだ。だからこれから、サウナ行きます。ちゃあ行くか。サイドブレーキ踏んでるね。あ、ごめん。動揺しちゃってんじゃん。いや、俺でもマジでね、動揺する前から運転超久々で。動揺する前から。それがほんと。シッシ。うわ、いや、新鮮だね、すごい。サウナ向かってんだ。そう、うん、いきなり起こされてサウナ。整うもクソもないんだよね、もう。整うよりも絶対寝なきゃいけない。うわー、これ。そう、これ。え、便利。駐車場案内。ここで俺の駐車テクニックを出すとか。頑張れー。あー、バックモニターついてる。難しいね、これ。ちょっとこっちに一回変更するわ。こっちか。
はい、ジゴルの時もそんなのこっちだ、こっちから、おぉよかったー、チーター、ちょっとこっからはカメラなく普通に、そうか、サウナを楽しむってやるなんで、てやくん初サウナ行っちゃいましょう。オルポだっけ、オルポオルポ、 オルポなんか、オルポオルポ聞きますけども、それがどんなもんか試してみましょうね。行きましょう、シシ、サウナ後整ってきてるって思ってる今みんな、カット入ってだよね、整ってきたんだ、どうなんだろう、どんな感じするんだろうと思ってるよね、閉まってました、地獄だよ起こされてサウナ行って、いやもうこれは入れねえの地獄だ、稀に見る最悪なケース、これは俺らの背中多分相当難しかったぜ7時まで入れないって、7時か、いや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 なんか配信しながら歩いてる人いる、本当だ、絶対映りたくない、映りたくないね、こんな歌舞伎町の夜中に配信しながら歩いてるのやべえやつしかいない、その配信を見つけるっていう企画に変えようかな早かったな、入った瞬間清掃の話されたもんね、まだ何も言ってないのに、清掃の話してきそうだったもんな、でも頼むから喋るなって思ったもん頼むから喋るな、喋るな、目を大きくしてこっちを見てるだけにしろ20時間の話ってあんまないんだよね、パッ、今ってサウナやってますか、あ、わかりました、ありがとうございます、うわ、ソラスパいいのかな、俺行ったことないんだよな、そうな、110度、死ぬほど高い、高っ、もう良くないかも、肌に高すぎてまあちょっと行ってみるか、とりあえず、あれこれもう上がってる、下そこ、なんかかるもんね、そういうやつにはなりたくないって思って頑張って早くする、さらっとナビ怖いこと言ったぞ、目的地付近で車上狙いが多発しておりますなんか今日さ、ちょっとじわじわしたことがあってさ、コン君とアオちゃんとタクマとキイちゃんでカラオケ行ったんだって、招き猫で、うんうん、ですっごい楽しそうにやってて、うん、その映像を見てさ、こんな気軽に行けないんだと思うとなんかちょっと泣きそうになってきちゃって、俺毎回誘ってくれんねん、俺スカイハウスで編集してるからさ、だよね、カラオケ行きましょうよとか、今からサウナっすや、行きましょうとか言われるんだけど、うん、フルカウンター相手をフルカウンターしてるわけ、フルカウンター怖いな、出てきそうで、歌舞伎町の方って急に出てきたら俺怒る人だからね、ちゃんは死んでるけん、死んでるけん、死んでるけん、おめえ弱えんだろうな、喧嘩、夜の新宿とかやってなるとアメコズいないかなって思って、アメコズ夜の新宿にいるの、そう、新宿とか多いの、アメコズ最近いつもちょっと若そうなパリピっぽい人がいたらアメコズかなって見ちゃう、目的地に到着しました、運行の駐車場、駐車場、地上とね、スパッと止めようとしたらめっちゃ地下に連れてかれてるはい、センキューと、今日サウナ微妙だったらテオ君もう一生サウナ行かないんだろうね、確かに怖いわ、ファーストテイクなわけだから今日はめっちゃ大事やん、めっちゃ大事な日やん、ちょっと集中するね、集中してそれじゃあ次こそサウナ帰りってこと？はい、次の方はサウナ帰りになっております、整って帰ってくるんだ、テオ君の感想が聞きたいね、来てよかったと思わせてもらえるのかな、いやそうだね、深夜に起こされても気持ちいいからいいやって思えるくらい気持ちいい、マジで頭クラクラすんの、最初気持ち悪いかもしれないけどそれが整うってことだから、うん、落ち着いてほしい、薬かなんかやらされようとしてる行きましょう、うえということで整ってまいりました、初サウナ、サウナかどうでした、いいね、うわー嬉しいな、よかったんだ、その整うってこれかっていうのははっきりあんま分かんなかったけど、うん、とにかくあれだね、気持ちよく寝れるっていうそう、めっちゃ寝ちゃったもんだって2人整いながら寝てるただですね、うん、今日行ったところ僕俺いつも僕俺クシュ、怖っ、防空壕、防空壕あの俺いつもサウナ評価をつけてまして、はい、5段階評価でつけてるんですけど、まあ、今日行ったサウナは
2です。これで2、これで2なんで、もうテオ君にはもうぜひもっといいとこ行ってほしいね。まず今日のサウナはそもそも、はい、外気浴がなかったっていうのがまず一つあって、ね、でしかもなんかその整う場所の椅子が汗臭いっていう、バカ臭かったね。あれちょっと冷めるね、整い冷める、諦めたもん。なんかちょっと嫌だなと思ってたけど、もういいやってそうそうそう、あれカレー臭な気がする、あれおじいさんの匂いしたっていうのと、あとまあおじいさんっていうクソじじい、クソじじい怒ってるもん、怒っちゃってる。でまあサウナ入って、はい、サウナがまあ110度で温度高くてよかったんだけど、なんていうの、ストーブだったんだよね。ストーブだから、あの石のサウナじゃないから、ちょっと暑さがねちょっと違ったんですよ。あー確かに、なんかヒノキとかなんかそういう香りとかがあるのところあるもんね。今回ムワンムワンだったもんね。そうなんですよ。え、これサウナチャンネル、サウナ強化チャンネル今回のサウナは星2つですサウナマークポンポンお風呂マークみたいね。ってことで、はい、スカイハウス帰りましょう。ご飯と言っていたんですけど、スカイハウスの方が思いっきり喋れるからいいねって。そうだね。帰りまーす。帰りまーす。やあ、シシ。サウナ後のサウナ飯。サ飯。サウナの後はね、ご飯を食べるという風習があるらしいです。あれ、家に帰ってきてから言ったっけ？うん。やってないな。うん。まずいことになる。どうしたの？ただもその誓いやったっけ？それで言うとやってないかもしれない。やってないよね。ただモスの誓いやってないかもしれない。ただモス、ただモスか、ただモスの誓いやってないかもしれない。やって、うん、うわこれ大丈夫かな、やってなかったけど今からでも間に合うかな。うん、オッケー。ただいま、ただいま、ただいま、ただいまモス、ただモスの誓い、ただいまさあ、儀式完了でございましたということで、ございます。おもろいんかなこれまあ朝ということで、なかなか朝食べないんですよ。昼からになっちゃうんですけども、はいはいはい、今日は朝飯ということで、こちらのサラダ、おーい、あはは、卵が消された後の卵みたいになってる。え、なんでオッケーちゃーんなんでよ、こっち来たよ。和風ツナマヨ、ヨーグルトとグミ。おお。タラモスは？タラモスって俺のことこれがダシカールスープのやつと、あれあれ、アソフール、あぶねーよ鮭になりますね。あーギリギリだなちょっとまあ野菜スティック、まあ、サウナ飯ってもうちょっとがっつり食うイメージではあったんですけど、あ、そうなの。でもいいですよね、朝なんで。どんなもん食うの？いや、なんかね、定食とか一番定食に近いの買ったよ。いただきます。うわ、でもサウナ後の焼肉とか長いね。あー、そう、最高だよ。今度さ、修学旅行のしおりみたいの作ってガチ満喫しね。あ、確かに、なしおりのありだね。あの、もうスケジュール全部考えて、何のなし寄りなんで、カニ屋さんとか予約してサウナ何時までに出て、何時にカニ屋さん予約して、カニ食べる。いや、まじ最高だよね、本当に。てかもうね、スカイメンバーと旅行行きたい。そう、なんか言ってたな、コンチュンが。スカイメンバーと旅行はないですか似てるでしょ。そっくり打って変わってちょっと話変わるんだけどな。昨日ね、服買いに行ってたの。新宿のいつも行ってる OY だとかパラグラフとか売ってる場所なんだけど、パラグラフめっちゃ増えて、人気になりすぎてもうみんなが持ってるみたいになっちゃってさ、なんか嫌になってきちゃったの。店員さんが結構話してくれてたから、これユータ来てますよねみたいな言ったの。ああ、この人の結構ユータさん来てますね。最近ちょっと系統変えたかもしれないですけど、昔パラグラフすごい来てらっしゃいましたって言ってて、あ、ですよねみたいな言って言ったら、ユータさん好きなんですかって言って、あれ、いやもう嫌いじゃない多分店員さんはもうファンみたいな感じなんだろうけど、俺普通友達として好きだから。あなたの好きとは違うけど、ね、そうそう違いますけど好きですって言ったっていうだからなんかファンみたいな感じで見られた。ホッケ、ホッケにしてみました。ホッケか、いつも鮭なんですけど。うん、なんだろうな、この当たり障りない優しいやつ。うん、だる、ホッケ油強いんだよな。なんやその会話、朝食の会話、ね、ホッケ油強いんだよな。うん、まっ、ちょっと食べてみて。いいの、一口食べて。美味しい部分を食べない、美味しい部分を。いいの、謙虚、え、謙虚のそこのツッコミで刺さったわかわいそう、かわいそう、続けようか迷った僕すごいことに気づきまして、この前ふと SNS をいろいろ見てたんですけども、 TikTok、 Instagram、 Twitter、 YouTube 全部で100万人超えてるクリエイターってヒカキンさんしかいない。すごっ。で一番その次に100万人近いのが俺たちなの。TikTok 行ってるじゃん、 Twitter 行ってるじゃん、 YouTube 行ってるじゃん、あと Instagram がもうあともうちょっとで行くじゃん。それ言ったらヒカキンさんとスカイピースだけなの。え、すごくない？すごっ。他いないの、コムドットとか Twitter いないじゃん
言い方、いやいや、普通に、いや、変な言い方とかなんていないから、うん、まあ、100万人もいない、そうそう、この人、ツイッター数字持ってないもんね。そうなんだ。え、これインスタ何万人？あと俺3万人。2位ってこと？日本で。多分2位と3位とか。すごっ。高めようぜ。毎日インスタライブしよう。ぜひスカイピースのインスタグラム、ぜひフォローしてください。ガチよろしくな！あ、すぐテンションが。てか平和島の金の盾頼まないと。ああ、確かに一生来てないからね。何の名前がいいんだ。やっぱ平和島さん。名前変えれるもんね。金の盾に刻む名前って自由なんですよ。神社の父ちゃんのフルネーム漢字にしようぜ。あ、意味がわかんない。喜ぶぞ。いや、喜ばないよ。いいな。昔に誠さんがね、自分の盾にデカキンって掘ってプレゼントしてたような気がする。え、だとなんか金のって売ったりとかしてた。焦がしてんな。でも武道館終わった時、関係者挨拶で最後さ、仁丹家と俺家来たじゃん。あ、そうな。その時にゆきちゃんに久しぶりに会って、あ、ゆきちゃんっていうのはあの薄眼鏡のお母さんです。あー、言い方悪い。言い方悪いな。いつも仁はありがとねみたいなこと言ってた。いい人やなって。それに比べて、たかしは、おい、たかしはって言うの。いや、俺ね、こんなにね、動画でジンタのお父さんいじってるけど、やっぱ会ったら普通にちゃんとするのよ。ジンタのお父さんみたいな。だけど、この前武道館で会ったのが久々すぎて、ジンタのお父さんのパーティー来た時に、うわっ来た。喜びね。喜びのね、うわっ来た、会えたっていう喜びなんだけど、それがパッて出ちゃったよ。うわっ来たって。あんな明るい人いないね。やっぱ中学校の友達の間でも俺のお父さんでちょっと変わってるねみたいになっちゃってて。いや、ジンタのお父さん素敵。変わり者だよね。明るくする周り。足の匂い嗅ぐとして足おるんだぜ。足の匂い嗅ぐとして足おるんだぜ。やばいよ。車両に電車5人くらい座れるところの真ん中にこう手すりみたいなのバッてあって、うんうん、そこの間に足入れて座るから、ね、そこの間に足入れて座るから、ね、それはさ、座るとこなくてとか、ね、いや多分鉄のところの横に座ったら多分さ、ここに太ももの横に鉄が来るじゃん、うんうん、それが多分嫌なんだろう、ね、だからこう、ジンタのお父さんって言うとみんな笑顔になる。でもクミが来ても笑顔になるよ。クミっていう、うちのお母さんがすごい出た。いや、この母さん若いね。いや、でもユキちゃん若いよ。だめだ、ユキちゃんの話こんなしたら恥ずかしがっちゃう。確かに、日本的に嫌がるからね。声の出演ですら恥ずかしいのに、こんな素性ポンポンやばい、ね、カスとマートとのお母さんの話にしよう。不思議なのか、誰もカスんちの家族に会ってないってことに、ね、あー、テオ君はね。え、てめえ、あったの？まあ、あったというか、合わされたというか。何のためにあれか、次の男役のモデルをやってくれる人って連れて帰ったの？違います。なんて連れて帰ったの？気になってる人がいる。かすメンタルエグ。全部いろいろ知ってて。だから断った。さすがに会えませんって。会ってねえじゃねえかよ。言うなれば、まあ、でもカスタの親は一番喋るんでしょ。いや、でもまたその母ちゃんとため張るんじゃない。いや、すごいね。うちらのお母さん結構クールだもんね。恥ずいだろ、そんな言い回しされたら気取ってるみたいな。でもカスの母ちゃん俺に会いたいって言ってくれてたらしいよ。うん、君もか。負けすぎやすいな。めっちゃ悪いやつ。早いな、食べるの。食べる？いいの一個。俺これでも大好きなの。これうまい。そう、本当に美味しい。テオくん、テオくん、セイキン、テオくん、セイキン、ねえ、あー、もう分かってた今一瞬。俺たち元気？あなた寝てない。僕1時間寝て起こされて。え、でも俺起きた時の電話記憶あんまない。やばかった。え、マジでやばかったよ。出たんだけど。でマジで。全然覚えてない。ちゃんと言葉を発せて俺が理解できたのがレイクレかよ。記憶あんのはジンタンがちなみに今テロンチの下にいるみたいに言った時にやっと。あれ？なんかユーザーってこういう動画が面白がるんだと思う。本当にドキドキしてるお互い。普通の楽しい動画もいいけどさ、やっぱこうなんだろうね、そわそわするっていうか、感情がこっちめっちゃ動いてるわけ。嫌だっていう感情とか、うん、困惑とか、ここの底から出てる感情だから、ね、心の底から嫌だったもん。テオくん、どういうこと？笑わせんな。いや、笑わせんな。プープーだろ。ヨーグルト食べてる途中笑わせたらプープープーって出るだろ。すみませんね。すみませんね。皆さん。じゃあ、テオ君、サウナハマってくれたか？
おじさんやすごいことを俺思い出して、昔小学生の時とか中学生の時高校生の時って寝ようと思って寝てないの。これマジでちょっと病むことが多かったり鬱に近かったりする子はなんか寝れないとかっていう悩みあるかもしれないけど、俺はもう普通の学生だったからそういうことが一切なかったんだけど、寝ようと思って寝てない。疲れたから寝ちゃう。野球やってた時とかさ、練習帰ってきたらさ、ただいまーってさ、お風呂入って出たらご飯作ってやって食べて眠くなって寝る。でも今とか編集とか追い込まれてる時は終わったやっと寝れるって寝るけど、大人になって時間ある時って寝ようと思って寝に入んの。あー、子供は寝ようと思わないんですか？寝ようとか寝なきゃって寝に行ってんの。でも子供の頃って自然と寝てんの。あー確かに、それがあったのサウナで。おー、寝ようって思ってなかったの。気持ちいいと思ってて寝てたっていうあの感じ。布団に入ってさ考えることが多いわけよ。明日の時間これで、明日企画これでとか、企画考えなきゃ、武道館のダンス練習しなきゃとか、いろいろ考えることがあると眠りに入るときにいろいろ考えてる。その時間が全くないの学生の時って。あ、寝る前にその考える時間全くない。恋愛とかしてるときはやっぱり悩んだりとかあるんだけど、明日どうしようとかこうしようとかっていう考えなくすってパタンと倒れて目覚まし起きるだけだもん。そう大人になったんだ。大人になって考えることが増えた。てか寝なきゃって感じもめっちゃ増えたかもしれない。これ今どんくらい寝とかないと明日回んないから寝とかなきゃみたいな。だからサウナは良かったね。自然の睡眠だった。自然睡眠だから、まあ今やってないけど本当に時間ある時とかはもう朝ちょっと早く起きてサウナ行ってで、スッキリした状態で一日を始めるっていう。でも俺さ、ちょっと嫌なのがネットで整ったアピールする人ネットで整ったアピールする人いいんだけどね。整ったアピールって何それ。今日も整った。それがハムとかじゃなくて自分も言ったら絶対そうなるから、言ってハマっても整ったのストーリーを上げたくない。なんかジュキアがやっぱ前から俺と一緒にサウナには行かない派だったの。俺だったらゲームしてる方がよくねとか言ってずっと言ってたのに、サウナに行ったからウキ染まっちまってるやんっていうあの感じがあったから、サウナ今日行ってめっちゃ良かったけど、ジンタンに多分一回も整ったって言ってない。あ、言葉なのか。え、なんかあの感じ整ったわ。これ何整ったってなんやねん気持ちかったとかでええやろ。気持ちいい、最高だなっていいじゃん。うん、整った。何やねん体も何も知らねえって。何が整った、そういうことね。あー確かに生きてる感があるってことまずサウナ知らない。うわ、整ったことないんだ。あーざる。誰が言ったんだ一番最初に整うみたいな。昔は聞かなかったもんね。昔からあったのかな。え、話すとき白目向く人昔かあった俺が小学校3年生の時に担任の先生の田口先生。いや、わからん。平島くんはどれが俺のお兄さんでしょう。え、天君ってカメラのお兄さん、エイトさんってこと。そう、なんか頭薄いからこれ。頭薄い俺の兄ちゃんは俺より毛量あるな。立てる。顔でかいからこれ。俺よりかはでかいけど普通の人よりかはちっちゃい。少なくともあんたよりかは。あ、俺今思い出した。本日の動画はここまでになります。思い出した、1個思い出した。何？すごい思ったことある。それだけ。うわぁ踊ってる最中に最中にもしこのままテオ君がすっげえサウナハマって俺とか他の人とかと一緒じゃなくても一人でも行くようになってめっちゃサウナハマったら、もしかしたらスカイピースがサウナをプロデュースする日が来るんじゃないかって思いながら見てた。俺たちがどっかにサウナ作るってこと。いや全然そうしたいとかじゃなくて、そうなる未来もあるんだなって思いながら寝てた。え、でもありで、まずはじめさんとか来るだろうね。だからその会員制とかにして一般の人が来なければ落ち着けるわけ。いや本当そうです。それがいいじゃん。ということでぜひ僕たちのサウナ企画を手伝ってくれてる方がいたらお願いします。もうすでに手伝ってくれてる。くれる方がいる。くれてる方。すでにくれてる方がいたらこれでラストリックです。わあ。サメ組1000個企画。達成。すごいな、何袋分だよ。もう最後にちょっと話させて、声だけ。久々だね。俺たちやっぱコラボばっかで、コラボばっかが悪いわけじゃなくて、やっぱスカイピースって誰とでもコラボできるっていうのが強みだから、うん、そこを全面的に出していくのはめちゃくちゃいいことなんだけど、2人で動画撮ってしかも変な時間、変な時間だよ。3時から3時から深夜3時から今7時ですか。3時から8時5時間この一番人が寝てる時間、世の中の人が、確かにその時間にこんだけ盛り上がって話すって難しいです。
あーいいよね。なんかそのヘイクラが昔スカイピースが家に2人で住んでた時の感じがあって、あ、雰囲気あるよね。そう、見てて面白いなって思うから。じゃあまた深夜呼び出しちゃっていいですか。うん、絶対にカメラもなくて、いや価値ないやん